それではただいま、いや志賀さん、はい、このメインイベントも本当に楽しみなんですけどもね。そうですね、本当に一瞬も目が離せないですよね。田村ひじ選手の評価も非常に高いですね。そうですね、本当に倒し屋ですし、はい、まあ、本当にパンチが強い選手ですよね。はい、フリマゴールド杯ミドル級トーナメント優勝、10年間日本人相手に無敗という日向のその連勝をストップさせることができるか、まあ、この日本キックボクシング連盟の竹村、会長がマッチメーカーですね、はいはい、マッチメーカーがもう 7-3 で田村有利と言ってますもんね。クロスポイント吉祥寺、まあ、マッチメーカーさんはそう言うでしょうね。70キロ級王者ひなた、今日が70戦目になります。ひなた70戦目をメモリアルな形で勝ちたいと昨日の会見で言っていました。ひなたです。まあ、日向選手が日本人に負けたのは、最後に負けたのは2010年の K1 ワールドマックスの日本代表決定トーナメントの準決勝ですね、はい、それが最後なんですよね。だから本当その間10年間ずっと対日本人には無敗を守り続けてきたっていう、はい、これ本当なかなかできない記録だと思うんですけど、ただ今回は73キロ契約なので、はい、体重としては田村選手の方に合わせてるんですね。日向選手は常に70キロで戦ってきたので、はいはいはい、ただまあ先ほど、吉田さんからもご紹介ありましたように、日向選手は世界のトップと戦ってきてると、 そうですね、そこがだからどうなのかっていうところなんですよね。そうですね、田村選手はそうですね、本当 NKB の看板しょってきてるんで、はい、気合は入ってるはずですね。そうですね、勝って得るものが大きいので、かなり田村選手は。そうですね、まあ、本当に田村選手は昨日の会見でこのマッチメイクをしてくれて本当に感謝してますって言ってましたからね。美味しいって言ってましたよ ね、はい、あっと強烈な右のローです。どんな展開になっていくんでしょうかね。これ日向選手はもう本当に左ミドル、蹴りをしっかり打ってパンチでつなげたいんでしょうけど、はい、もうはっきり言って蹴り殺すイメージでいいと思います。そうですか、田村選手はそれに合わせて右を振っていきたいんでしょうけど、果たしてこのレベルのキッカーとやったことがあるのかっていう感じですね。あ、そういうことですかね。ロー、奥足、左ミドル、すべてが一応国内ではトップの威力なので、はい、もうそれに腹決めてこうやって右を振っていくスタイルでしょうけど、はい、こうやってテクニックも言ってしまえばトップなので、はいはい、そこを崩すのはかなり難しい仕事ですね。はい、左のローを離しました日向。ただ日向選手もやっぱ少し警戒はしてますね。しっかりガードを高く上げてパンチを見るようにしているので、はい、あ、ちょっと今のはローブローですね。ローブローですね、これはローブロー。ちょっとレフリーが試合を止めています。オーソドックスをサウスポーでやる場合はちょっとローブローになる確率が高いんですよね。こちら日向、あ、これがちょっと急所に当たりましたね。痛そう。痛いですよね。痛いですね。はい、あの私の職業の大先輩の方がもう歴史として聞いてるんですが、女性の方にはわからない痛みというようなことでございますかね、これね。はい、あっと強烈、田村が出ます、田村が出ます、田村の左、右、すごいですね、もうお構いなしに行きますね、はい、すごい激しい。しかし日向の得意の左のミドル、連打連打、田村の連打。いや、志賀さん、田村やはりこのパンチですよね。そうですね、そうですね、日向さんはチラシ試合してハイキック狙ってるでしょうね。はい、もうミドル、はい、多彩な、あっと強烈、強烈な左の、いや左のハイ強烈でしたね今のは。田村選手は絶対右手は下げない方がいいですね、はい、お腹どんなに引かされても右手は下げちゃダメですね。バックハンドグローも見せました日向。出た、しかした、日向の三日月、強烈。これは立たないと、あ、ちょっときついか。カウントアウト、すごい、出ました日向。
ですよね。そうですね、1ラウンド2分49秒、はい、すごい。一瞬パンチのラッシュであれでしたけど、まあ内容的には完勝ですよね。いや、登場の時にも申し上げましたが、全く強さは衰えていない、そんな印象を私改めて受けましたが、木川さんいかがですか。いや、もう本当に衰えてなかったですね、ちょっとやっぱ階級が上だ、まあ、相手が上だったんで、そこの辺の不安、あとまあパンチの強さですよね、ありましたけど。でもさすが10年間日本人対日本人では負けなしの人だなとは思いました。そうですよね、これですもんね。あ、うまいですね、ガード上げさせて味方的、はい、本日はコロナで大変の中、僕からチケット買って応援に来てくれた方々に本当にお礼を言いたいです。ありがとうございました。本当にこのスタッフの皆さんも運営の皆さんも、この本当にこんな大変な状況の中ですごい気を使って僕らのために興行を用意してくれて、戦いの場を用意してくれて本当に感謝しかないです。今日僕70戦目で負けたらもうとうとう日向のストーリー終わりだなって、昨日の夜からちょっとそんなこと考えてたら眠れなくなっちゃったりとかしてて、もう34歳になっちゃっていつまで走れるか分かんないんですけど、悔いなくキックボクサーとしてやり抜きたいんで、これからもよかったら応援よろしくお願いします。あと僕11月にお父さんになるんで、もっといいお父さんになれるように頑張っていけるように頑張るんで、これからもノックアウトレベル制クロスポイント吉祥寺を応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。選手退場。日向選手のコメントがね、非常に謙虚ですよね、木下さん。そうですね、はい、まあ、これだけの人なんですけども、ここがまたこの人の魅力かなと私は思うんですが。そうですね、まあ、なんかすごく日向選手らしいコメントだったですね。なんかいろんなスタッフの苦労とかそういうところも全部よく見ていて、はい、ノックアウトチャンピオンシップ